発の導入に意欲を示しています。ただ反対の声も上がり始めていて、その行方に注目が集まっています。ang lahat ng makuha natin na power sources. Nuclear power is already considered a traditional power source. So it has to be looked into. マルコス氏が原発の導入に積極的な背景には、父親の故マルコス元大統領の存在があります。経済成長を目指してインフラ整備を中心に開発を推し進めた故マルコス元大統領。今原発の炉の中にいます。中央制御室には大統領の執務室につながる予定の直通電話も残されたままです。原子力の推進で協力を取り付けていて、計画案では2035年までに新たに原発を建設する方針が検討されています。ただ現実には容易なことではありません。原子力の専門家は、原発の運用や保守管理を担う人材が不足していると指摘しているからです。で、高度な原子力の専門知識を持った技術者を養成するには多くの時間がかかり、その準備も十分に進んでいるとは言えません。原子力をはじめとしたエネルギー政策は、国民の暮らしや経済に直結するだけに、大統領選挙での有権者の判断が注目されます。ここまでマニラ支局の酒井支局長でした。